皆さんこんにちは。今回は6月1日から15日までのニュースをお伝えします。ではラインナップをご覧ください。トップニュースでは、地域課題解決ワークショップ品川をもっと住みよくする今の話題をお伝えします。トピックスでは、廃棄物減量等推進審議会が答申書を提出。支え合いホットステーションが区内5カ所に新規開設した話題を。品川の風景、今回はネムの木の花をお楽しみください。その他ご覧の出来事をお伝えします。では最初のニュースです。地域課題解決ワークショップ品川をもっと住みよくする庭が行われました。まずはその話題からお伝えします。6月3日大崎第二区民集会所で、地域課題解決ワークショップ品川をもっと住みよくする庭が開催されました。中心になりますので、肩の力を抜いていただきまして、ぜひですね、このワークショップは区のオープンデータを活用しながら地域課題を考え、解決に向けたアイデア作りを通じて、オープンデータ利活用の普及啓発、区民参加と共同の機会の拡充につなげていくことが目的です。第1回となる今回は、区内在住在勤在学のほか、品川区に興味や関心を持っている20代から70代の幅広い層が集まり、35人が参加。講師はコードフォー東京の矢崎代表です。木の木材みたいなものが置いてあって、それを使って遊び道具を作るのもいいし、区民側からこういうものが欲しいとか、こういうことが問題なんだとか、そういったことを集めることによって、本当にその区民の人たちが欲しいと思えるようなサービスというものを作れないかということで、今日このようなワークショップというのを第一弾ということでワークショップは、テーブルごとに設定したテーマについて参加者同士で話し合いました。前半は品川、大崎、大井、江原、八潮地区の良いところについて、後半は防災や子育てなど8つの課題について活発に意見を交換。前半と後半の終わりには、テーブルごとに参加者自らが意見をまとめて発表し、ワークショップ全体で意見の共有を図りました。混ざっていい感じな街であるというところです。このワークショップはあと2回行われます。開催時期が近づきましたら、広報品川でお知らせしますので、興味のある方は参加してみてはいかがでしょうか。都市では小山、小山台、江原、平塚、戸越というところで、品川区の西の端。続いてはトピックスです。廃棄物減量等推進審議会が答申書を提出した話題などをお伝えします。6月7日、品川区廃棄物減量等推進審議会の大谷会長が浜野区長に第8期の諮問内容に対する答申書を手渡しました。品川区廃棄物減量等推進審議会は、一般廃棄物発生の抑制、再利用の促進、廃棄物の適正な処理に関する諮問事項を審議するため、平成13年に設置。学識経験者、公募区民、区議会議員などおよそ20人で構成されています。第8期の諮問内容は、ライフスタイルの多様化と住環境の変化に適合したゴミの収集、運搬や資源回収システムの再構築など、効果的な清掃事業の在り方についてで、計6回の審議を経て、今回の答申書がまとまりました。そうですね。なんか
答申を受けた浜野区長は、市議会の答申を受けて、ライフスタイルや住環境の変化に合わせたより良い清掃リサイクル行政を考えていきたいと思いますと述べました。よろしくどうぞお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。はい、6月9日、大崎第一、大井第三、江原第一、江原第四、江原第五地区の5カ所に支え合いホットステーションを新たに開設しました。支え合いホットステーションは、一人暮らしの高齢者など生活に不便を感じている人たちが住み慣れた町で少しでも暮らしやすくするために、お互いに助け合いながら支えていく地域の仕組みを作ることを目的としています。民間にヘルパーさん、会社いっぱいありますよね。うちは おくら6年がいたの。同施設は各地区の地域センター内に開設され、今回の新設で品川区内のすべての地区への設置となりました。新規開設にあたり式典が開催され、各地区の町会、自治会の会長や民生委員などが参加しました。窓口には社会福祉士などの資格を持ったコーディネーターが常駐。地域センターという身近な場所で高齢者の日常的な困りごとなどの相談を受け付け、相談内容に応じてさまざまなサービスの提供を行っていきます。次はバングラデシュ教育省視察団が鮫浜小学校訪問など小中学校の話題をお伝えします。6月5日、バングラデシュの教育省視察団が鮫浜小学校を訪問しました。172名と少ないですが、みんなとても仲がいいです。訪れたのは教育省大臣付き事務長をはじめとする教育関係者など15人。同校が東京都オリンピック・パラリンピック教育世界友達プロジェクトでバングラデシュの学習や交流を行っていることから、今回の視察団受け入れとなりました。視察団の皆さんは各教室を回り授業を視察、タブレットで授業風景を撮影したり、その場で松本校長に質問するなど興味深げに同校の学習方法を見学していました。また廊下に貼ってある児童の学習成果についても関心を示し、内容について説明を求めていました。最後の質疑応答では、日本の教育システムや教員の研修制度などについて視察団から幅広い質問が寄せられ、日本の教育への高い関心がうかがえました。6月6日、大原小学校の 1,2 年生を対象に歩行者シミュレーターを使った交通安全教室が行われました。もう実際に手を挙げてやっていきたいと思いますので、ちょっとみんなね、横断、この授業は道路の安全な歩き方や横断の仕方について学び、交通事故から自分の安全を守る意識を持つことを目的に実施されたものです。近々は飛び出しないように気をつけてるよっていう方がいいかな。はい、ありがとうございます。歩行者シミュレーターは信号のない道路や視界の悪い道路などさまざまな場面が大型のモニターに映し出され、子どもたちの動きに合わせて画面が動くようになっています。子どもたちはモニターに映った横断歩道の手前で手を挙げて運転手さんとアイコンタクトを取り、車が止まるのを確認してから横断するなど交通安全を心がけていました。授業には日頃から子どもたちの交通安全に携わる地域の方々も参加。子どもたちと一緒に交通安全に関する知識を深める機会となりました。6月7日、福井県坂井市の中学生が修学旅行の一環として品川区を訪れ、
区内の施設などを回りながら堺市の魅力を PR しました。品川区と堺市は特別区全国連携プロジェクトをきっかけに平成27年からさまざまな交流事業を実施し、全国シティプロモーションサミットを共催するなど連携を深めています。この日品川区を訪れたのは福井市立丸岡南中学校の3年生。品川防災体験館では水消火器による初期消火訓練や、シアタールームで東日本大震災の映像や被災者の体験談を視聴。津波の怖さを子どもたちが、その後区役所ロビーや品川中央公園で区民の方に元気よく堺市の PR 活動を行いました。また戸越銀座商店街の堺市アンテナショップのほか、品川水族館、大美術館などを訪れ、堺市の魅力や平成30年に開催される福井国体をアピールしました。次は品川の風景です。今回は見頃を迎えたネムの木の花をお楽しみください。次は中野文2丁目旧道巡回地区防災街区整備事業、防災施設建築物新築工事起工式の話題など5つ続けてお伝えします。6月1日中野文2丁目旧道巡回地区で防災施設建築物新築工事の起工式が行われました。昨年竣工いたしました。皇帝様のご出席をいただき誠にありがとうございます。同地区は東京都が取り組む木密地域不燃化10年プロジェクトの不燃化特区の一つ、東中延1・2丁目中延2・3丁目地区の一部で老朽木造低層住宅が数多く残された場所。狭く入り組んだ路地と木造住宅が9割以上、旧耐震構造の住宅が8割以上という震災時の家屋倒壊延焼等の危険性が懸念される地域で、単独での建て替えが困難な状況でした。式典では浜野区長が竣工後の地域の安全安心への期待を語り、短い期間で準備組合を設立しスピーディーに起工まで至ったことに敬意を表しますと挨拶をしました。心から敬意を表したいと思っています。新たに建築される建物は平成30年度に竣工する予定で、建物周辺に空き地を確保し消防車による消火活動を可能にすることで町全体の延焼防止を図るとともに、避難広場や仲介施設などを設け災害時の活動スペースとしての機能も持たせます。6月3日、荏原大国民集会所で健康大学品川2017健康チャレンジコースが開催され、健康大学品川の受講生41人が参加しました。健康大学品川は区民一人一人が主体的に健康づくりに取り組むために必要な知識・方法を学び、自分の健康と身近な人や地域での健康づくりにも興味を広げていく内容。計8回の健康チャレンジコースで健康づくりのための知識をさまざまな角度から楽しく学びます。第1回のこの日は健康運動指導士の北条さんを講師に招き、体測定をテーマに健康な体づくりについて学びました。で、女性だと18から28が標準になって、受付時に測った
体成分測定の結果を確認しながら、健康をめぐる現状と課題などをグループごとにディスカッションしたり、健康に向けた目標と取り組みを考えたりと、参加した皆さんは健康な体づくりの第一歩を踏み出しました。1日1万歩以上、それと運動ですね、これが月に10回以上を目標に一応立ってやってます。6月6日から12日まで区役所で区内の高齢者デイサービスセンター利用者による合同作品展が行われました。この作品展はデイサービスセンター利用者の創作活動を広く周知するとともに、利用者の生きがいづくりを目的に平成12年度から開催しています。今回は19のデイサービスセンターの利用者が出品、絵画、書道、絵手紙などの個人作品や、利用者仲間と一緒に制作したちぎり絵、折り紙などの共同作品など、多くの力作が展示されました。作品展の初日に介護者とともに会場を訪れた利用者は、自分たちの作品をじっくり鑑賞したり、他の事業所の作品を楽しげに見学していました。6月10日山中小学校で青少年対策大井第二地区委員会主催のレッツトライ作ろう遊ぼうが行われました。このイベントは楽しみながら学校・学年を超えた交流を図ることを目的に毎年開催され、今年は71人が参加しました。遊びブースには輪投げと射的コーナーが設置され、中国語の数字の数え方を勉強しながら遊ぶ中国語で輪投げと、遊ぶ前に英語で自己紹介などをする英語で射的を企画。遊びの中にも国際化を視野に入れていました。体験ブースでは廊下を利用したカローリングやパラリンピックの正式種目であるボッチャを楽しみました。また工作ブースでは大きな紙飛行機作りに挑戦、班で話し合って形を決め、翼には子どもたちの夢などが描かれていました。フィナーレでは班ごとに力を合わせて紙飛行機をフライト、遊びを通じて学校・学年の垣根を飛び越え交流の輪が広がるイベントとなりました。6月10日大井図書館でグローバルお話ルームが行われました。このグローバルお話ルームは外国人の子どもに図書館に親しみを持ってもらうとともに、東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、日本の子どもたちに外国語や外国文化に触れてもらうことが目的です。赤ずきん読んだことある。はじめに絵本に登場する絵と英語表記が書かれたカードを使ったゲームをしながら英語に慣れていきます。続いての英語で書かれた絵本の読み聞かせでは、日本語での解説を織り交ぜながらネイティブな英語を体験。参加した子どもたちは楽しみながら自然と英語を身近に感じている様子でした。今回のニュースは以上です。さて次回は7月1日から品川子ども食堂フォーラムの話題などをお伝えします。この後は特別番組と区からのお知らせをお送りします。引き続き品川ホットホット、お楽しみください。